たらそこは見慣れない今日が待っていた。身の丈に合わぬ容姿はいつか見たあのゲームによく似てる。もう敵見つかない。こいつをダマくらかしてでもあの子のハートをキャッチしろ。早口得意げな顔で自分を語って酔っていりゃ愚かせるオタクの方ですか。趣味アニメを見ること、家を守ること、特にないこと。言いたくない、言いたくない先生。パソコンの前で歌っていました。何を隠そう、引き継ぎままのステータス。さあ僕を選んでよ。あなたに愛を伝えに来たんだ。僕らはここぞの噛んでただろう。まずいぞ。主人公ちゃん全然こっちに興味なさげだ。逆に僕らが攻略する側かもしれませんね。最悪選んでもらえさえもしないパターン。選ばれないってモブキャラなの俺ら。よく見ろ坂田、お前のステータスに幼馴染がついてる。モブの幼馴染。そして浦田はクラスメートの不良。マジかやんのかこれ。そして俺は王子様だ。あっつぶ自分だけ。じゃあマフマフは僕はもちろんイケメン未来人。ロボットかい。趣味波に乗ること、気配を消すこと、特にないこと。何もない、何もない。演説には自信がありました。おや騒ぎと波風を立てるだけ。さあ俺を選びなよ。もしもしお困りかなお嬢様、両目を閉じたウィンクステキですウェイ。結局到底な思うと乙女ゲーって最終的に選ばれるの結局一人じゃん。なら俺だろ、他は論外。なぜくら、だいたいてめえのどこが王子様なんだよ。まずいってマフ、喧嘩始まりそう。止めて。ちょっと喧嘩は良くないです。うるせえな、お前はもっと論外なんだよ。なんなんだよロボット設定ってわけわかんねえよ。ちょっと落ち着け、マフ落ち着け。うわー